まずはこの場をお借りいたしまして、能登半島地震で被害に遭われました方々の一日も早い心の回復をお祈りするとともに、亡くなられた方へのご冥福をお祈り申し上げます。まだまだ余震が続いておりますよね。今私たちができること、それは助けを求めているというお声を聞いた時に動けるようにしておくことだと思っています。私たちができることをやっていきましょう。はい、それでは今週もよろしくお願いいたします。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。冒頭でもお話をしましたが、能登半島地震でたくさんの情報が SNS、X でもね、流れてきたんですけれども、その中で良かったなというか、この情報前にもあったら良かったのになって思うのが、性被害の防止についてかなり多くのポストが流れてたんですね。これは東日本の時も阪神の時にもなかったことなんじゃないかなっていうのが、私の目からすると大きな変化として捉えられたんですよね。もっとこういう経験を次に生かすっていうのが私たち人間ができることだし、この経験を通して良くなっていくためには、その情報を精査してその情報に振り回されないことっていうのも大切なんじゃないかな。そして動ける時によし行くぞって言って、この行くぞのスタートをいかにブーストをかけていけるか、そういう心構えを作っていくっていうことも、被害に遭わなかった、たまたま、そうたまたまですよね、たまたま私たちは被災地に住んでなかっただけのことで、その私たちができることっていうのは、いつでも用意どんで支援できるよっていう心構えを作っておくことなんじゃないかなと私は思っています。それは行動でもいいし、募金でもいいし、心を馳せるっていうことでもいいんじゃないかな。できる人ができることをやっていくこと、これを忘れずにいたいなと思っております。さて早速ですが、今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室ゆり的サプリ論、私小室ゆりがお届けするラジオで聞くセミナー、 FM 大和さん、そして FM 宜野湾さんからも長年リクエストがありました。もっとセクシーに突っ込んでというところを突っ込んでいきたいと思います。今週はセックスでやっちゃダメなことお話ししていきますよ。耳ダンボにして聞いていてください。毎月2週目は探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんがご担当くださいます。クリスマス探偵さん、どんな動きをされてたのか、この辺を調査事情をお話ししてくださるそうです。楽しみにしておきましょう。そしてこのコーナーも健在です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今月は2024年の総合運もろもろをお話ししてくださいますが、今週は恋愛運について鑑定してくださいました。
番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談お待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージにはご住所、お名前、お電話番号といきなり団子を欲しいですとメッセージを書いてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。はい、大変長らくお待たせをいたしました。今年からはがっつりとエロについてもお話をしていきたいと思いますよ。もちろんエロを教養としてお伝えをしていく所存でございます。今週はセックスでやっちゃいけないことをテーマにお話をしますね。一番最初のセックスでやっちゃいけないこと、男性はいきなり挿入、これ当たり前のことなんですけど、割とね、緊張してるとねぶっ飛んじゃう方も多くって、どうしてもなんだろうな、失敗しちゃいけないとか、ああしてこうしてっていう手順を追うと、これはあくまで対お相手、まあ多くは女性かなと思うんですけど、女性の感覚だといきなり挿入しやがってっていうお気持ちになる方が多いです。なので女性側から見たいきなり挿入はやめてね。そしてじゃあ女性がやっちゃいけないこと、初めてのセックスでやっちゃいけないこと、これは感情表現をしないです。例えば微動だにしないとか、声を上げない、まあこれはね、もともと声を出さないその感情表現の方もいらっしゃるので一概には言えないんですけれども、つまりは相手に今私はどう感じているのかっていうのをうちに秘めてしまう、まあこれは男性も女性も同じなんですけどね。相手からすると今自分が行っている行為が相手にとってどう思われているのかわからないっていうのがものすごい不安感になって、これが男性にはプレッシャー、ストレスになって、詰まるところはいきなり挿入っていうセイタアクションに変化してしまうっていうのがあるので、セックスはコミュニケーションですからね。どう思ってる、どうされるのが好き、どうされるのが苦手って、ここまでやっぱり伝え合える関係になったからこそ、肌と肌を触れ合わせるスキンシップコミュニケーションまでたどり着いたんでしょうから、どう思ってるっていうのはどんどん出していっていいはずなんですよね。でも不思議とね、こう布一枚ない状態だとそれが言えなくなるっていう人間の不思議もあるなと思いますね。ということで今週は初めてのセックスでやっちゃいけないこと、お話をさせていただきました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。
縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USB プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵者若梅秀隆さんがご担当くださいます。今月はもう終わっちゃいましたけども、クリスマスの探偵事情についてお話をしてくださるそうですよ。それでは若梅さん、よろしくお願いします。こんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵者、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は探偵が教えるクリスマス浮気の実態、すでにクリスマスは終わってしまっていますが、なんといってもですね、このクリスマス時期は忘年会シーズンとかぶって探偵の繁忙期になってます。1年のうちで一番この忙しく依頼が入ってくるのがこの時期になってました。で、今回のクリスマス時期、年末時期ですね、どんな内容の調査だったかと言いますと、やはり忘年会シーズンも入っているので、忘年会といって浮気をしている、忘年会実際行くんですけれども、その後二次会として2人だけで出て浮気相手とホテル、また忘年会っていうこと自体が嘘で、そんな予定実際は入ってなくて、出かけて行って浮気相手と会っているっていうパターンが多かったです。またクリスマス前後で浮気をしていると、クリスマス当日は配偶者であったり家族のために時間を使って、そこでやはりキャンセルであったりとか出かけてしまうと怪しまれるので、このクリスマス前後っていうのが非常に調査も多く浮気が多かったです。やはりその前後でですね、予定立てて、やはりクリスマスを浮気相手と過ごしたいという方が非常に多かったです。で、次にですね、プレゼントを隠し持っている。やはりクリスマスなんでどうしてもプレゼント交換なんかも出てくるので、事前にですね、プレゼントを買っといて家族や配偶者にはバレないように、中にはですね、車のトランクに隠してたりとか、あとはその当日買うための前にクレジットでですね、プレゼントを買っといて、そのクレジット明細がバレてしまっているとか、そういった内容、プレゼントでやはり浮気しているっていうことがバレて調査に入るパターンがあります。で、最後にですね、このやはり浮気となるとホテルであったりとかに行くんですけども、そのホテルがですね、よく芸能人なんかも出てくるんですけど、アパホテルですね、非常にこのアパホテルでの不倫浮気っていうのが非常に多かったですね。ですからこの時期アパホテルの周りには非常に探偵が張り込んでいたんじゃないかなと。で、なんでアパホテルかっていうと、急に当日とかでもですね、意外と予約がしやすい、あとはその予約のシステムなんかも簡単にできるので、この時期一般のホテルであったり高級ホテルってもうすでに予約が入っちゃってますから、こういったアパホテルとかですね、簡単に予約ができたりとかするところを選んでいるというのが非常に多かったなと思います。で、こういった内容のクリスマス忘年会時期を、自分たち探偵が非常に忙しく動いていたんですが、この時期に調査をして報告書が出来上がるのは大体もう年明けとかになってきますので、浮気をしていた人にしてみれば年明けのですね、お年玉として重いお年玉が報告書として来るんじゃないかなと思っております。今回は探偵が教えるクリスマス浮気の実態をお話しさせていただきました。
まあ、クリスマス時期は終わってしまいましたが、また来年もですねこの時期来ますので、また自分たちは忙しく動くことになると思います。で、調査のご依頼やご相談は MJ リサーチで検索、また MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。お年玉重たすぎますよね。いやでもその重たいお年玉を持って調査を依頼した側は何食わぬ顔をしてお正月過ごすんだろうなって思うと、相当なこう重いものを抱えていらっしゃいますよね。カウンセラーとしてはこの問題をいかに受け止めて解決へ導くかみたいなことをついつい考えてしまうんですけれども、いかに平常心で常日頃からいることができるか、何食わぬ顔をして何も変わらないことをやり続けられるかどうかっていうのが、探偵さんに調査をされないようにするというのもあるのかなと思いましたね。それでもちょっと気になったら探偵さんに聞いてみるというのもありだと思います。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索はMJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもどうぞご覧ください。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスプリクションが大好評です。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。テーマは星座別2024年の恋愛運。それではセクシーに参ります。おひつじ座、好きな人ができたら周りがびっくりするぐらいの行動力にあふれちゃう。私と恋の奇跡が起きそうよ。ねえ、うち来る？おうし座、マイペースなあなただけど、お正月から人生の中で群を抜いたモテ期到来。あなたに誘われたら私嬉しくって断らないわ。双子座、デレ屋さんで好きになると何を話せばいいかわからなくなっちゃうのよね。恋愛は勢いも大切なのよ。その気持ちで私をデートに誘ってみない？ガニ座、2024年は知っている人の中に運命の人が隠れているわ。もしかしてそれが私だったらとっても嬉しいんだけど。獅子座、春以降で将来の約束ができるパートナーができる可能性が高いのよ。一緒に暮らすお部屋アプリで探してみようかしら。乙女座、1年間を通して魅力的な人に出会えるらしいわ。落ち着いたムードのあるレストランで口説かれちゃったら夜のマッチング率にアップしそうよ。天秤座、恋愛運は好調なんだけどパートナーの言葉に傷つきやすいかも。敏感なあなたの耳元でセクシーなこと私ならささやいてあげる。サソリ座、
今年は思い通りに恋愛を進めたくなっちゃうんだけど、相手がいることを忘れないでね。積極的なスキンシップが大切よ。特に導入部分は念入りにね。いて座、最初はピンと来ないかもしれないけれど、会うほどに好きになっていく人に出会えるチャンス。肌は重ねれば重ねるほど愛おしくなるなんて素敵なことじゃないかしら。もうエッチ。ヤギ座、年明けから初夏にかけて良い恋愛の波に乗れそうよ。私はあなたの上に乗って快感の波を乗りこなしてみようかしら。水亀座、今年の恋愛は後半にいい出会いが集中するのよ。あなたにストレッチをして腰の動きを良くしておいてほしいのね。魚座、今年の恋愛は夏にチャンス到来。まだ冬なのに私のマイクロビキニを想像するなんて、もうエッチなんだから。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は3週目ですので、このコーナー女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんがご担当してくださいます。男のモテるがたくさん詰まっている、そんなコーナーだと思います。モテたい方は必聴ですよ。もっとモテたいなと思ったら、24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室へどうぞ。私小室ゆりもカウンセラーとして待機をしております。主に夜の11時から待機しているので、モテるセックスコミュニケーションが知りたいなと思ったそこのあなたは、そっとお電話してみてくださいね。インターネット検索はエキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談でお願いいたします。さて1月の23日朝6時30分埼玉県新都心倫理法人会にて講話させていただきます。テーマは小室ゆりが背負った使命、なぜ私が AV 業界に入って、なぜ今講演家として活動しているのか、私の反省をお話しさせていただきます。ご興味ある方、お近くの方、ぜひお立ち寄りくださいね。1月23日朝6時30分から埼玉県新都心倫理法人会。お問い合わせはインターネット検索、新都心倫理法人会、新都心倫理法人会へお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーで嫌なバラバーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、
恋の名言はこちらです。有能な人間は失敗から学ぶから有能なのである。成功から学ぶものなどだがが知れている。アメリカの小説家ウィリアム・サローヤンの名言です。成功から学ぶ、意外でしたね。でも失敗は私たちだけの経験です。そこから成功のもとを引っ張り出してくること、これが成功に一番近い自分が納得できる形になるんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この想い恩返し、夢は心の強さと、悲しい嘘をほんの少し、涙に流すとしたあの時、私はそっと大人になった。坂道の途中、ただ立ち止まることが怖かった。手を伸ばす、見えない未来を掴みたくて、くれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この想い恩返し。引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。